電話に図書館の生徒にお問い合わせください。今日は世界一大きな絵の完成、披露、こうして多くの皆さんに集まっていただいてできることを本当に心から、感謝を申し上げます。四つ葉学園生徒会長の板井です。新型コロナウイルスの状況が落ち着き、四つ葉学園が本来の姿を取り戻した今年、私たちは新たな挑戦に取り組みました。それは大きな絵を描くことです。大きな絵を描くということは単純なことのように聞こえるかもしれませんが、私は今日までの活動を通じてその意義の大きさを十分に理解することができました。目を閉じて振り返ってみると、このプロジェクトが始まったのは4ヶ月前アースアイデンティティプロジェクト代表の河原さんの大きな白い布をいただいた時からでした。いよいよ始まるのだな、どんな絵になるだろうと私は胸を躍らせながらワクワクしていました。私たちの個性豊かな絵が一つの大きな絵と完成していくにつれて、その魅力はどんどん大きくなっていきました。